おはようございます。朝のトイレタイムです。眩しいね。本日もスカッと晴れた気持ちのいい青空広がっておりますが、一昨日ぐらいからかな、気温が上がっておりまして、昨日はね37度まで上がりましたね。今日は一応34度の予報になっておりましたが、もっと暑くなりそうな感じもするなぁと思っているんですけども、もう生ぬるいんですよね。9時にはもう30度超えるようですけども、さすがのサムちゃんもね、ちょっと昨日は暑すぎたようでね、お外出ていきましたが、なんか変異みたいな感じでね戻ってきましたね。昨日ね暑くなるからね、午前中に散歩行こうと思って9時過ぎ10時前ぐらいからにね出たんですけども、もうその時点で30度超えててね、最初には散歩は散歩ってテンション上げておりましたが、暑かったようでね日陰しか歩かなくなって、一生懸命日陰選んで歩いてた。まあ、ということで本日はお父さんに出張から帰宅る予定となっておりまして、9時前のフライトでかな SNA 到着するということなので、特に今のところまだ連絡はないんだけど、何か変更あったとかね、お迎えに行く予定となっております。まあ、とにかくね今日も暑くなるようなので、涼しい室内でねお家のことやないらしつつね、のらりくらりと過ごそうと思いますが、とりあえずこの子たちをちょっと日光浴いたそうから、お水昨日の夕方たっぷりあげたんだけど、もう乾いてるね。あんまり日に当てない方がいいかな。これは取って、そう結構出てきてるんですよ。暑くなったからだと思う。昨日はね風強かったんですけど、今日はそこまででもないかな。この子たちはねあんまりね日光に当てるとね、日に当てなっちゃって、あ、なんか虫食ってるね。よくないので、あんまり日に当てないようにして。ブルーベリーはそこそこ強くて、この子はもっと強いので、あまりにも日に当たるとこには出さないので、このあたりでね、日光浴の準備していきましょう。サムちゃん、お仕事終わった？じゃあ、お家入りましょう。サニ君待ってますね、そこで。はい、どうぞ。ケニ君もおはよう。うん、お腹空いたね。ハラヘリさんたちね、馬にしていきましょうね。天気予報見ましたら7時過ぎるまでね30度下回らないようなので、今日は散歩にしようと思います。夜はねお父さんのお迎え行く時間もあるからね、バタバタするのもあれだしと思って、今8時過ぎでねザムちゃんがご飯食べて食休みが終わったところなので、9時過ぎたらどんどんとね気温上がってきますので、ちょっと涼しいうちにね行ってこようと思います。それでは行ってきます。日向はもうダメですね。木陰を歩いてると気持ちいいけど、ちょっとでも日が当たるとうわーっていう感じになってきておりますので、このね道は大きい木がね生えてるからさ、日陰の場所多いからね、小学校の手前で渡って引き返して向こう側のねコミュニティの入り口まで行って、でまたね木陰を戻ろうかなと思います。お友達かな？ヘテダック。ねんねしてる。こんなところで。休憩なのかな？つがいだね。かわいい。初めて見た。こんなところでねんねしてるの。朝起きてきて出てきたのかな？ここが巣なわけないと思うから。ね、お嬢はケッパケッパしておりますが、ズームを戻そう。じゃあ行きましゅよ。一回そこチェックしたじゃん。できないみたいね。はい、行きましょう。もうちょっとですよ。頑張ってね。お家帰ってきました。お水飲んでください。もう何度も飲んでるよね、帰ってきてからね。そうなのよね、お尿道が湧いたのよ。なんだよね。サニ君はあちらで日向ぼっこしてますね。気持ちよさそうに。午前中は基本的にあそこにいるから、あそこの上乗ってね歩くのでね、スピーカー壊れてるんだよね。多分サニーが乗るからじゃないかと思ってるんだけど、割れちゃうの音が。いや、サムちゃんね、アニオフ行ったら今日は涼しいお部屋で、ねんねしゅるがサムちゃんのお仕事ですからね、よろしくお願いしますね。ご機嫌ですね。
ということで本日はね、昨日届いた荷物ね、ご紹介しようかなと思うんですけれども、カードはですね、こちらですね、入っておりました。これは見たことなかったかなと思うんだけど、冬のご挨拶かなと思います。ということで、まず一つ目こちらになります。この前ね、ダースベイダーのパレットもこうやって厚紙に包まれてきましたが、これからこういう風になるのかなと思ったんですけれども、今までね、パレット直接プチプチに包まれてきてたんだけど、そのプチプチが厚紙に変わったんじゃないかなと思うんですけれども、デイジーダズイットというパレット購入いたしました。外箱パッケージね、このようなデザインとなっておりまして、可愛いよね。春らしい。窓際にいますが、めっちゃ暑いわ。ビニールハウスにいるみたい。中身パッケージね、このようなデザインとなっております。ちょっと影になっちゃって分かりづらかった、ごめんなさい。こちらはね、鏡はついてなくて、このようなねデザインになっておりまして、ペラペラついておりまして、このような12色入りのパレットとなっております。このパンのサイズはフルサイズかな。電池切れたので取り替えてまいりましたが、可愛くないですか。めっちゃ春らしいですよね。どうかな、このカラーとか私めっちゃ好きそう。可愛い。ちょっと日が当たりすぎてるかもしれないけど、見える。これめっちゃ柔らかいけど、なんかスーパーショックっぽいフォーミュラーですね。これはブニブニしてる。可愛い。あ、これもだ。めっちゃ柔らかい。しっとりしてブニブニしてるから可愛い。なんかパンで見ると白っぽいけど、今めっちゃ光に当たってるからね、ピーチカラーですね。面白い。このカラーも可愛いね。これも可愛いですね。マットのカラーはどうかな。どれもしっとりしてるね。これはマットにね、スパークルの入ってるから。映ってるかな。これもそうだね。マットにスパークルの入ってるから。可愛い。お父さんから連絡がちょこちょこ入っておりますが、さっきお散歩行った時にね、ダックの写真撮って、こんなとこにいたよって送ったからだと思う。その前にお父さんから連絡が来ててね、爪だけ削っちゃった。マットのカラーもどれもそんなさほど違いはないから、ちょっとこれがカサカサしてるかな。こんな感じですね。春らしいね、ふわっとしたメイクできるんじゃないかなと思います。お次、こちらになります。結構ね、このね、シールね、強いんですよ。外箱ですね、パッケージ。このようなデザインとなっております。まして、クリアーザエアーというパレットになります。中身パッケージですね、このようなデザインとなっておりまして、4色入りの正方形のパレットと同じデザインかな。4色入りのはね、この大きさですね。このような9色入りのパレットなんですけれども、開けるとここまでしか開かないですね。お星様の片押しが入っておりますが、これね、これの他にあと2つ全部でね、3種類出たんですけれども、私はまあピーチ系オレンジ系っていうのかなを選んだんですが、ピンクも可愛いなと思ってどうしようかなって悩んだんだけど、こちらのみにいたしました。これめっちゃいいよね。コンパクトで、これだけでねメイクも仕上がるし、旅行とか持ってくのにちょうど良さそうだなぁなんて思ったんですけれども、可愛い。これも白く見えてたけど、光に反射してるかなと思うんだけど、このね、私から見たこの角度だと白に見えるんだけど、光に当たるとね、ピーチオレンジ系に見えますね。あ、ちょっと爪が折れちゃってね、お見苦しくて大変申し訳ないんですけど、これめっちゃ柔らかい、ブニブニしてる、スーパーショックっぽいフォームだと。これもいいね、かわいい。よいしょ。これちょっと固めかな、マットにスパークルも入ってるからですね。これがメタリック、私の好きな感じだからね。このマーブルのもすごい気になってる。あ、これも柔らかい。これもスーパーショックっぽいわ、かわいいね。これもね、かわいい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 。これはいつも通りのマットのお粉ですね。マットにスパークルも入ってるからだね。こんな感じ。あ、これもいつも通りのマットですね。こんな感じ。まあ、ピーチオレンジ系のカラーかなと思うんだけど、ちょっとくすんでるっていうのかな。で、落ち着いたトーンで、すごく使いやすいと思います。幅広い年齢の方にね、使いやすいパレットじゃないかなと思います。毎日使いとかすごくしやすそう。特にこれからの季節ね、暖かくなってくる季節にすごく良さそうですね。めっちゃ可愛い。今のパレットと同じコレクションで、リップグロスが出たんですけれども、こちらになります。So Glassy リップグロス。カラーはね、カットルースになります。私が気に入って使っております。グロッシーリップステインとか、ラッカリップだっけと同じねタイプのパッケージになっております。何色か出たんですけど、私こちら選びました。なんかちょっとね、マーブルっぽく見えるでしょう。かわいいよね。テラコッタカラーですね。こんな感じのカラー、このねパレットと合わせるならこのカラーかなーと思ってこちらを選びました。ピーチヌード系のカラーとかもあったかなと思うんだけど、やっぱりせっかくならね、ガツッとカラー出る方がかわいいかなと思って。めっちゃかわいいな。オーロラのね、
スパークルが入ってますね。めっちゃ唇キャッキャになりそうだけど、香りは特についてないかなと思います。ちょっと唇乗せてみたけど、何も塗ってませんよっていう感じではもちろんないけど、だけど全然ベタつかない、糸引く感じはないと思います。たっぷり乗せすぎなければね。このスパークルの粒々がなんか唇合わせた時にジャリジャリする感じもなく、すごくね滑らかですね。このフォーミュラがねしっかり重めだから、スパークルコーティングしてくれてるんだと思う。私グロス好きなのでね、気に入りました。ということで今回購入したものはこちらの3点になります。飛び出していきましたね。午後のお外探索タイムです。朝、今日の最高気温は34度とお話しいたしましたが、今37度あります。まあ多分これ以上上がらないと思うんだけど、今が一番暑い時間じゃないかなと思うんですが、日陰に避難させよう。これは出てても大丈夫で、これも大丈夫だと思うんだよね。この子たちを日陰に入れよう。以上はお仕事済ましてどうするかな。昨日はねすぐ戻ってきたんだけど、今日はちょっとパトロールしてますね。今小鳥がいたから走って追いかけたんだと思うんだけど、あそこにあるグリーンは何？めっちゃこの間から生えてるタンポポかな。こんな大きくなかったと思う。こんな大きかったら気づくもんね。まあとりあえずもうちょっとお嬢がパトロールするようなのでこっち見てるけど、ママ日陰いましゅからね、パトロールしてくでしょ。ついにあちらでね日向ぼっこ開始いたしましたね。お嬢はね、鳥が飛んだのにびっくりしてるけど、まあ多分ねこのぐらい暑いと呼びに行かなくても自らねちゃんと調整して帰ってくるとは思うんだけど、めっちゃテンション上げてるね。見えてるかな。すごい笑顔だよ。サマンタちゃん、真顔だけど、カメラ撮られてると思うと真顔になるのかな。笑顔になったね。私は日陰にいるだけでもすごい汗ばんできてるので、もうちょっとしたらねお家入って夕方ぐらいまでね涼しいお部屋でねみんなでお昼寝しようかなと思います。伸びしておりますが、午後はね涼しいお部屋でねんねが寒さの業務でしたのでぐっすり寝てましたね。日が暮れ始めてだいぶ涼しくなってきたかな。今まだ30度を超えてるかなと思うんですけども。ちしたの？グーベイビーねー。にん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 グビビで、ママこの子たちにお水あげますからね。落ちてるねカバーね。そしたらお家入って馬にしようね。タムちゃんパトロールよろしく。ご飯の時間ですね。サニ君も食べてます。いらねえって言ってたけど食べ始めた。はい、タムちゃんも食べましょうね。おしゅわりさん、お利口さん、お塩したままでお願いします。おいて、おかゆし食べなさいですよ。どうぞゆっくりね。タムちゃんゆっくり食べてくださいね。サニ君終わったら教えてね、駐車しましょう。サニ君駐車してどっか行きましたなーとか言ってるけど、はい、タムちゃんね、ヤグルトさんしましょう。おしゃりしてください。はい、お利口さんです。おしゃりしたままで今日もよろしくお願いしますね。で、おかゆ、おしゃりしたままよ。で、おかゆもう一回最後で、おかゆし食べなさいですよ。どうぞグベビですね。で、タムちゃんヨーグルトさん食べたらね、今日もお父さんのお迎え一緒に行きます。いかがなさいます？決めといてくださいね。出発前にお伺いしますので、お父さんのお迎え行くよって言ったら、いやーよじゃないのよね。ブーブー行くよって言ったら行くわよじゃなくて、お願いしますね。ということで8時を過ぎましたので、お嬢乗り込んでおりますが、お父さんのお迎え行ってこようと思います。サムちゃん行くよ行くよって言ったらね、めっちゃニコニコしてテンション上げてて、で私がガレージの方来たら、お留守番かしらと思ったのから、行くよってずっと言ってたんだけどね、廊下のね一番向こうで止まってね、サムカムって言ったらね、すごい勢いで走ってきまして、テンション上げ上げでございますが、お父さんのお迎え行くのよ。よろしくね。ね、行きましょうね。はい、それでは行ってきます。お父さん来ました。わーって言ってシワワの鳴き声がした。どこにいる？ここよって。ここよね。私は来るわよ。どこ？タムちゃん、タムちゃん、おかえり。タムちゃん、よかったね、帰ってきたのね。なに、なに、おいでよ。おいで、はい、おいで、おいで、おいで、はいはい、はい、じゃあ行きましょう。ただいま。はい、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 お疲れ、来ました。サニクどこかな。サニク、お父さん帰ってきたよ。サニはちょっと暑くてバテてはいないけど、嫌だなっていう感じ。ならまたすっきりしたね。あ、そう、お花にかかってた。はい、おかえりって。サニクよ起きた起きた。ただいま、元気か。よし、じゃあお父さんお片付けしてシャワーしたらご飯にしましょう。ということでお父さんお風呂出てまいりましたので、ご飯にしようと思います。お父さんもう食べておりますが、適当サラダてかもうお野菜が、キムチ2種類、ルッコラとトマトしかなくて、ルッコラとトマトとあと温泉卵、サイコロステーキとアスパラね一緒に炒めました。今言っておりましたがキムチ2種類ですね。白キムチと普通のキムチ両方は、ね、そう、あそこのこれはこれでいいけどね。うん、なんだろう、あのウォルマットで売ってるやつ、あの旨味は何ですか？あれ濃いよね。濃い。あとはスナップピーとキャベツとカニ
釜の塩レモン和えみたいなの、あとパン焼きました。洗濯が終わったので私は洗濯ドライヤー入れてからいただこうと思います。それではいただきます。ただいま11時過ぎですね。お父さん洗い物してくれてますが、お茶入れてあります。多分お父さんお酒飲んでるから寝ちゃうと思うんだけど、何かテレビ見ながらですね、食休みして、それからねシャワー浴びて休もうと思います。何かおやつみ食で連絡するんですか。わしはチューインダジョのアピールなんですよね。コーヒーテーブルでこうやって横になってる時はさりくん熱いですね。ファン止めたんだけど、止めない方が良かったのかな。まあでも寝てる時回ってるとね、結構ね冷えるので、あんまりね風当たるのも良くないかなと思って止めたんだけど、気にしてますけど、昨日も今日もねここに入らないですね。暑いみたい、やっぱりこの中入ってると。まあ床にね横になることはないけど、さりくねコーヒーテーブルの上乗ってちょっと体冷やしたらソファー戻ってみたいのをね繰り返してますね。あ、チューインダジョーなんだよね。急に暑くなったからかな、一時期毛が抜けるの落ち着いてたんですけど、昨日からまたねすごい抜けて、サニーが歩くとねボソッボソッとね、なんかね塊でね落ちるんだよね。ねえすごいですね。一気にナチュゲに変わろうとしてるんですか。でもまた来週ちょっと手術してみたよサニーくん。だからもうちょっと暖かくしてた方がいいと思うよサニー。すごく暑いの今日までだからサニーくん。明日は30度を下回ると思うんだ。今日より10度ぐらいね気温低いと思うんで、だからといって涼しくはないわな。すごく暑いの今日でおしまいだから大丈夫だよ。あ、それかサニーくん、お留守番にいたの間に合ってございました。大変なお仕事でしたね今回もね。何事もなくね無事に過ごせたね。ありがとうね、さんに。お芝居リーダーのお仕事ね、まだまだあるんですよ。次もよろしくお願いしますね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝にしてください。おやすみ。ダメでもおやすみ。今日こちらで寝寝するの。テレビ見始めた頃は、私のね、足の間にいてね、いつも通りね、ひまちがにがにしてたんですけど、サニくんもくっついてたけど、今日は喧嘩することなかったですね。喧嘩のよーって言ってたらね、仲良く寄り添っておりましたが。で、ひまちがにがにするのやめてね、お父さんが小さい方のソファ座ってたからそっち行ってくっついておりましたけども、そうだな、30分ぐらいかな。でね、お父さんね、寝落ちいたしまして。で、お父さんがね、寝始めたらサムちゃんね、お父さんから離れてねこちらに入って寝ておりますが、多分お父さんが寝ちゃうとね、なんか寝が言ったりとかしてね、潰されたら嫌だなって思ったのかな、どうなのかなと思ったんだけど、ここでねのびのびね寝してるのよね。あたちね、今日もお疲れですか。タムちゃんお昼にいっぱいしたじゃん。まあいつもしてるか。今日は暑かったもんね。さすがのタムちゃんもあちょいわよだったね。まあでもこの暑いのにねテンション上げておりまして、一日中ご機嫌だったね。もうニッコ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 しちゃってさ、テンション上げ上げでさ、楽しいわねみたいな感じでさ、私の周りぐる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 回ったりするんだよね。お家の中もねエアコンつけてたけどね、いつもより暖かいからさ、なんか嬉しかったみたい で夕飯食べてお父さんを迎えに行く前ぐらいからかな、またすっごいテンション上げててね、帰ってきてからもですねめちゃくちゃテンション高くてね、遊ぶわよ遊ぶわよ言ってね、シャワー浴びる前にねお父さんにね遊んでもらっておりましたが、何して遊んでたのお父さんと。お父さん、タムちゃんにはいっぱい嗅ぐのよね。クク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 嗅ぐのよね。タムちゃんはねおもちゃで遊びましょうって言って、ここからペンギンさんのおもちゃ持ってベッドルームに行ってましたけれども、ちょっとそれ置いてって言われてね、体中匂い嗅がれてたけどでね、サムねこうやってうーんって言ってお父さんのこの熱っぱねてたけどでもお父さん帰ってきて嬉しかったのよね。あたちねテンション上がっちゃうよだったのよね。明日はどうかね、お父さんね散歩連れてってくれるかね。昨日とね今日はね散歩にしたのよね。あちあちだからね、早めに行こうって言って出てもね暑かったけどね、暑い時は日が昇る前かね、日が暮れてからの方がいいよね。そうだよね、ちょっと日が昇る前にはね寝られなかったからね。サムちゃんもうまいしないといけなかったしね。とにかくサムちゃんもですね、お留守番ゲームどうもありがとうございました。とてもお利口さんにねお留守番できたね。また次もよろしくね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやすみ。ブタもおやすみ。でもとっても素敵な笑顔でしゅね。ありがとうございます。ブタも私は帰ってきたね。ありがとうね、私のことね守ってくれてね。私は無事に帰ってきたよ。今回は特にトラブルなかったみたいですけど、前回はねブーブーが壊れたりねいろいろ大変だったみたいですけれども、谷君がなー言って地に行きましたけども、まあでもまだまだねお父さんねお仕事でお泊まりさん行くんですよ。豚はねお
業者も卸番組もね守らなきゃいけないから大変だと思いますけど、どうぞよろしくお願いしますね。今日もね一日ねありがとうね、家族のこと守ってくれてありがとう、明日も明後日もどうぞどうぞよろしくお願いします。ういえしゅみー、本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、2時過ぎになります。そう、今の今までね、商品紹介モードにしてたのね、忘れておりまして、ここにね、三脚つけて立てた時に、あれなんか画角が広くておかしいと思って、商品紹介モードにしっぱなしだったかもって思ってね、そう、商品紹介モードにするとね、手ブレ補正がね、オフになるのでね、もしかしたらかなりね、揺れてたかもしれないなと思って、大変申し訳ないなと。お父さんはですね、洗い物終わって一緒にテレビ見ようって言ってね、あっちのソファ座ってクローンウォーズ見終わってね、レベルズ見始めたんだよって言ってて、どこまで見たのなんていう話をしたんですけれども、帰りのフライトで見てたんだけど、途中でねイヤホンのバッテリーが切れちゃって、この話の途中までしか見てないって言ってたので、じゃあそこの続きから一緒に見ようかって言ってね、見始めてね、あーこの話かなんか懐かしいなって思いながら私一緒に見てたんですけれども、あらららららら、なんかヒャムチャットさん肉が追いかけっこしておりますけれども、そのエピソードは全部見たんだけど、その次のエピソードかの途中ぐらいでね寝落ちしておりまして、でお父さんまあ寝落ちしちゃったからと思って、私自分が見てる続きが見たいなと思ったので、レジスタンス見ててシーズン2のもうね終盤だったのでね、お話が気になってたのでね、そっちに切り替えて見ておりましたら、お父さんがね、あー寝ちゃった今エピソードいくつまで見たとか言ってて、全然違うと見てたのになんか絵が違うとか言いながらまた寝ちゃってね、まあいいお父さんね自然に起きるまでほっとこうと思ってね、私テレビ見てたんですけれども、電池を変えてまいりましたが、電池取り替えてる間にサニクがまたあちら戻ってますね。何の話してたっけ、あそうそうでね、まあとりあえずお父さんちょっと前に起きまして、なんか画角が変だな、ベッドルーム行ってね、まあ多分もうすぐねベッド入ったんじゃないかなと思います。ということで本日はまあお家のことしたりお昼寝したりしてね、お父さんの迎え行った一日だったんですけれども、昨日ですね、昨日からね急に暑くなって、そのね前の日も気温はねそんな低くはなかったんだけど、まあでも30度いかないぐらいの気温だったんですが、昨日今日と日中一番暑い時間でね37度かなまで上がったんですが、もうね暑くなる高温注意報が出てたので、そう40度を超えなきゃいいなーなんて思っていたんですけれども、40度ね超えることはなかったんですが、まあでもねほんと急に暑くなるとね、なんだこれはね思っちゃう。昨日もね今日もね散歩行ったんですけれども、やっぱね日がね出てない時間にお散歩に行かないとめちゃくちゃ暑くなる日はいけないなと思って、まあ今日はね夜ねお父さんね迎えに行く予定があったから、日が暮れてからねお散歩行くのちょっと難しかったんですけれども、まあでもね暗くなってから出るのもね私一人だとねあれかなと思ってね、まあできればね朝の方のがいいかななんて思ってね、それもあってね散歩行ったんですけれども、まあでも9時でねもうね30度超えててね、まあですがねサブちゃん暑いの大好きだからねテンション上げ上げでねって言いながら歩いておりましたが、昨日はね今日よりね遅く出たのでね、サムもね日陰選んで歩いておりましたが、今日はねちょっと早めに出たので日陰選んで歩くほどではなかったようでね、ですが暑かったみたいで、もう体で呼吸しておりまして、帰ってきた後ですねもうテンション爆上げだったんだけど、なのでね午後はねもうエアコン効いてる涼しいお部屋でねみんなでねゴロゴロしてたんですが、天気予報を見るとね明日の最高気温はね28度、まあ今日よりも10度ぐらい低いかなと思うんですが、まあでもね28度でもね暑いっちゃ暑いかなと思うんだけど、ですがね日曜日からまたガクンと気温下がってね20度いかない日が続くようなんですけども、先日もねお話しいたしましたが、なんかね春らしい感じは全くなくて、こうやってね急に暑くなったりね寒くなったりっていう感じでね、冬からねいきなり真夏になるみたいな感じでね、まあこれがね徐々に落ち着いていって夏に突入するのからどうなのかななんて思っているんですが、とにかくね高温注意報の出るねすごく暑い日はね今日までのようですね。それからね今日お父さん出張から帰宅いたしましたが、暑くてびっくりしたって言ってたけど、まあお父さんね涼しいというかちょっとね寒いところからね帰ってきてるからねって言っても、そこまですごく寒くなかったって言ってたかなと思うんだけど、今回ですね特に何事もなくね無事に出張を終えてね帰ってきてくれて、あよかったなと思っておりまして、前回のレンタカー故障した話はねそういえばどうなったのか聞いてないんだけど、特に何も言ってなかったから問題なくね処理されたんじゃないかなと思うんですが、まあ、とりあえずね明日はお休みなので、特にねどこか行きたいところもないと言ってたので、次の出張に向けてのね準備などはね必要
要ないようなので、いつも通りねグロッサリーショッピング出たりなんだりしてね過ごそうかなと思っております。さあ肉があちら入りましたね。昨日の夜は入ってなかったんだけど、コーヒーテーブルの上横になって冷えたのかな。まあとりあえずサディ君もですね年々するようなので、私もこの辺りでねまだシャワーも見てないので電気消してシャワー浴びて休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。